大谷翔平の元通訳、水原一平容疑者のスキャンダルに関して新たな情報が発表され続けている。しかも内容が明らかになるたびに、衝撃度は大きくなっている印象だ。フォト、大谷翔平マミコ夫妻の、中むつまじいツーショット、写真を厳選してお届け。その受け止め方は、米メディアも同様だ。ファンシッピードのコディ・ウィリアムズ記者は現地4月14日の記事で、 水原スキャンダルに言及詳細が民からになるたびに水原の印象がさらに悪化していくと伝えた水原は韓国ソウルに滞在中クラブハウスで自らの違反行為とギャンブルによる借金をチーム全員に対して告白話を完全に理解していなかった大谷とホテルで話し合いブックメーカーに対する借金や大谷の銀行口座から金を盗んでいたと告げた さらに水原は自身を守るための最後の努力をしている。大谷にチームメイトらに話した嘘のストーリーに乗ってくれないか、と嘆願した。ニューヨーク・タイムズ、紙が伝えた内容を引用したウィリアムズ記者は、水原容疑者が大家に自らの嘘を受け入れさせようとした点に着目。一連のスキャンダルについて、容疑者が極悪非道な人物であると思わせる記事がいくつもあった。 ギャンブルでの借金の規模、他人の口座から巨額を盗んだ点を考慮すれば、それも納得がいくと記載した。さらに、長年連れ添った友人や周囲に対して嘘をつくのは、明らかになっている多くの事実の中で、最も好ましくない点かもしれない。自己保身のために、嘘に付き合ってくれ、と頼むのは最悪の行為だと断罪している。水原容疑者